湾干拓地の営農者らが国や県などに損害賠償や開門を求めた裁判の控訴審で福岡高裁は一審の長崎地裁判決を大筋で指示し営農者らの訴えを退けました裁判は農業法人3社と個人1人が塩受け堤防排水門の締め切りによって野鳥による食害や例害熱害などが起き 総額7億7千万円余りの被害を受けたとして、国と県、県農業振興公社に合わせて6 3 0 0万円の損害賠償と開門を求めていたものです。福岡高裁は、堤防の締め切りによって食害や例外、熱害が生じるという因果関係が認められないとし、原告の損害賠償請求と開門請求を棄却しました。また、一新長崎地裁が、 ロープなどを張って営農を妨害したとして。後者に対し命じていた個人一人への四十九万六千九百十六円の損害賠償は。妨害ではないとして賠償を取り消しました。法に訴えても。まあ、手が届かないというか。うん。びしさを感じている。だけですかね。今。 原告側は上告について検討するとしています。